神奈川県では新型コロナウイルスの1日の新規感染者が昨日初めて2000人を超えました。医療現場は深刻な状況でコロナ患者のベッドの確保が日に日に難しくなっています。はい、ああありがとうございます。これは朝から調整が続いていた母親と7歳の子どもの入院先が午後9時になってようやく決まった瞬間です。 神奈川県では、自宅やホテルなどで療養するコロナ患者の入院先の調整などを医師や県の職員によるチームが行っています。しかし、入院先の調整は日に日に難しくなっています。ベッドの増加にが感染者の増加に対して十分かどうか、まだ今がピークだと思えませんので、この連休、それから来週、どんなことになっているのか、 入院などの相談の件数は1月の第3波のときに比べて2倍以上になっているということです。